フォールアウト4、ホライゾン、遊んできます。さて前回はね、パークストリートステーション、ニックを助けるメインクエストの中間地点、そこら辺まで来ましたね。ボルトの入り口そば。で、そこでアイテムがいっぱいになったので、このカーゴボット、これを呼び出して、ジャンクをね、概むね預けました。なのでまた重量に余裕が出ましたね。で、今回は、このニック、助けて、で、今呼び出したカーゴボット、それと合わせて、もうどれくらいジャンクが集まるか。 ま、そちらね、最後に確認しましょう。ニュークリアマテリアルそこら辺が結構ね、集まっていてくれたらいいんですが。では、後半戦、行ってみますか。ボルトのドア開ける。入るとね、早速、二人ぐらいいるかなトリガーマンがね。ドクミとか行きましたね。一気に近づいて、おっとっとっと、よし。一体目、ヘッドショットやった。なんだあいつはあいつも、後も打ちたいが 弾を込めて、いざ得意とお願さした。ててててー。サンハちゃん超連射。よっしょ、った。入り口は制圧しましたが、ここ地雷撒いておくかどうかですね。どうしようかな。多分ですけど、最後のね、スキニーマローン。あいつと交渉がうまくいった後でも、奴らを倒せば、結構武士が手に入ると思うんですよ。だからなんだかんだでね、倒したが良さそうですね。地雷を撒いて。もうこの辺のロールプレイは無視する。とりあえずまずはね、快適なサバイバル生活ですよね。何は止まれジャンカしてよ。 ボルトテックの箱はありますが、この辺開けらんないんですよね。中に結構、ボルトスーツが入っていそうなんですけどね。あ、ここにありますね。あ、これ取れる。これも布になるんじゃないかなこちらの部屋も合わさってしまいますかここにも、ボルトジャンプスーツ。落ちてますね。あ、ラッターウェイ。こんなとこにあるんだ。これは貴重ですね。ボルト114は何のために作られたんでしたっけこの先のトリガーマンが、 ちょっと噂話みたいのしてましたっけなんか地下鉄とつなげて、なんかやるつもりだったんですかねこちらには、ピュリファイドウォーター。二つ。じゃあ喉が渇いたんで、早速飲んでいきますか。そろそろ水を作れるようにもしたいですね。拠点で。まあそこら辺はいずれかな。とりあえず一つしとく。MRE。これも食べるか。まあ普通の地雷はじゃあ一個、使いましょうか。これ一個で足りるかな。それはやや不安ですが。 これ置く場所によってはね、会話が始まって、いきなり爆発してしまう可能性がありますが。まあ、とりあえずこらんでいいか。あとはなるようになれだな。まだ敵はいないかな。声がするぞ。トリガーマンボディーガード早速話してますね。ボルトに関して。よし、あーった、頭一発当てたけど。ちょっと強いな、あいつら。ちょっとやそっとじゃ、ダメージ取らないぞ。来る。おー、とった、っ一印象ですか。 ほい。おぉ、近い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 ,近いけど、息やった。危なかった。どうした急いぞ。ドビューナイス。危ない。よし。やったかまてきてうわー、なんか撃たれた。うわー、マジか。見えないとこで足撃たれた。ここでトラウマキット。使う人は出てくるな。ちょっとヨタヨタ足で、もちろん頑張りましょう。どうしても厳しい場合は、使っていくか。トラウマキット一応作れるかどうか、確認しますかね。作れるんであれば、今一個使ってしまってもいいかもしれませんね。 多分材料が足りないから、作れないと思いますが。サルベージスキルも54まで上がりましたね。60になれば、さらに何かできるはず。ここにラット X。いや、待てよ。ジャンクをカーゴボットで送ってしまったから、なんだかんだで足りない気がするな。あ、トラマキット2つ持ってますね。これならば問題ないかな。一応確認しよう。メディカルクラフティング。クラフト、トラマキッズ。うん、足りませんね。川に、パーマナントが足りない。 あとあまり使ってないウェポンキット。これで弾薬タイプを変更できるという話ですが。これが現在持ってる弾薬かなまあ、変えたところでねっていう話もありますが。この米印は何でしょうね変換できないという意味かな選択肢に現れませんね。一応22ラウンドのラットこれに変えられるっぽいけど。ちょっと試しに変えてみようかな。一回。あ,あ弾薬タイプが変更された !5 発分になってますね。これかなり便利な感じがしますね。 あと45号ゲーも変えられる。まあ、やはりね、弾が減ってきたら変更しましょうね。この辺は。じゃあ、トラウマキット、早速使うか。カバーリングが甘かったのか。次は確実に隠れていきましょう。止めて、頭、あー、足んなかった。マジか。今だー、一体目。あ、デンちゃん、すぐ見つかったな。一回下がって、ほとぼりが寒いの待つか。あそこにいますね。三人称だからよく見える。 しかし、階段登ってこない。チャンスか今だうわーっあったと思ったけどハンマー減らしたパイはー戦中棒で撃ってと、まだ来きてるアディパツ来るバツやるか !95%! あらーっと当てたけど、全然ダメージなりませんでしたね。よしパイパーがやってくれたとりあえずヒるンですが、まだいそうですね。ここにも確かセメントとかあるんで。 軒並み拾っていきましょうこちらにセメントを。セメントが意外と重たい可能性がありますね、これね。あちら夜のはやめるか。この真下にも、セメントの山。ここにもセメントを。たっぷり取れていいね。いますね。やれるかなこの位置から。ケツを向けてる。ケツではダメだな。ケツ打つしかない。ケツ打つ。よし、ケツで。三分の一減らした。 ほら頭狙ってまずコーションうおあ、構わしたけど、ちょっと無理だな。やばいやばいあいつはそうか。帽子かぶってる最敵だ。多分。まず一体まだいるぞどこに出かピンチ玉込め中 !38 段連射デンジャーまだいますねさらにセメントセメントが足りなくなったら ここに再び来るのもね、ありでしょうね。アイテムがリスポーンするならですが。金庫の中には、戦前のお金。ボビーピン。ここはうまく降りれば、一方的にやれるんじゃないかな、敵を。足元あたり撃てる。はずだが、どうかな。パイプボンブ。あ、パイプが行ってしまった。いいや、投げてみよう。ポイっと。パイプボンブ。あ、戦闘始まってる。しかし、 倒したフイパーは負傷中。お,お、いるぞ敵がお尻丸だし、何やってんだこいつ。お、お、いや、あ、まだ撃てる。いや、それ無抵抗だ、完全に。あ、パイパーが、殴り勝ち終わまったか。しかし敵は倒した。やったね。こいつは、レジェンダリーですね。リボルバー、あ、44リボルバー、アシット、リフレックス毒の効果がついてますね、これは。 使っていくか。フォーラーとフォーのリボルバーはね、かなり強いですからね。他に高そうな相手はないかまずはニック救出が先か。あいつ撃ってしまうじゃあ。おっと、コートぶったら、一発で終わった。お、アドバンスのドアは、ツールを使って開けられましたね。ここにはジャンクが入ってるようですね。たっぷり回収。このガソリン缶、リケットフェール。 これも結構重要ないと思うよですね。拠点でなんかね、勝手に物資を集める機能があるんですけど。それに使うっぽいんで。まあ、そちらは次回あたり行ってみましょうか。こいつはなんか持ってんのかな弾薬にさらに、レジェンダリー10ミリピストル。バランス度。なんか性能良さそうだけど。ダメージ30。結構高いね。10ミリ弾結構持ってるな。これパイプピストルよりも強いぞ。レンジはやや短いが。で、パイプピストルの代わりにこちらを使っていきますかね。 レベルが上げられますね。レベル9。ガンスリンガーあたり上げときましょうか、そろそろ。戦闘を楽にするためにはね。だからね、パークを3つぐらい取ると、スペシャライゼーションっていうね、なんかね、特殊な能力を身につけることができるんですよね。まあ、そこら辺もおいおいでしょうけど。とりあえずガンスリンガー1つ目は、すべての武器のリロード速度が10%アップ。これかなりいいですね。じゃあこれを取りましょうか。次はバンズですから。この部屋にも、多少あるんじゃないか、武士が。 このボブルヘッドは、ネゴシエーター。何が上がるんだトレーディングスキルに、リーダーシップスキル。それが5アップすると、スキルがアップするんですね。まずは44ピストル。これをぶち当てましょう。敵はどこだあるか。44ピストル一発で倒したけど、<っ>まだ壊しちゃうん。あの柱の向こうに行ったい。うわーカバーリングが上手い。ホライゾンの敵は、オラッと決まったヘッドショット やっとよし決まった。一瞬日光ったようにも見えたが、このフロアクリアですね。コンバットライフル、45号系やや高値で売れそうだが。ま、あいいや、解体しよう。とりあえずコンディションがいいもののみ、持ってきますかね。それは高く売れるんで。それ以外解体するか。重量の問題もありますしね。なんだこれ ?R55 ピストル、初めて。しかし、やや壊れ気味。ん ?9mmJHP って書いてあるけど。 今までのこれとは違うのかとりあえず新しい武器ですね。これは持っていってみるか試しに。一応使ってみよう。これが、R55 ピストル。何かの重機をね、ちっちゃくしたかのような、そういう形状にも見えますね。おっと、目の前に、いきなりいますが、早速使ってみよう、この武器。R55 ピストル。毒品とか行きましたが、あれか。ほら、R55、ぶち当てる。ちょっと強いかどうかわからないな。 あまり当たってない感じはするけどうわ頭に当たらないと厳しいですねとりあえずも股を手倒したどこだあ,あんな後ろにいるこれ打てない頑張れ得ミとやつ打つあった。吹き飛ばした一発で来るぞあしかし近接筋痛が落ちておとととと,とうわちょっと待っておっとディフェンス成功さらにディフェンスちょい一起きよう したいけど立てないなんだこれ立てたいいぞよいしょカウンターついが当たらないディフェンスあら大斬り決まったデンジャー継続中何あらできたまだバットマンが多いなここはよせく,くれなくれなくれありゃ湧き出し斬りやったでは先ほどのシールドマガジンこの食堂には食器がいっぱいありますね 全部もらっていこう。皿はセラミック。ウイスキー、酒もあるぞ。これは売れますね。たっぷりあるぞー。空き瓶も回収していく。なかなか品質の良さそうな、戦前の食料がありますが。これがどうなんでしょうね。汚染されてんのかなあれかよっと、頭打って一発だかまだいるかいるぞ、二体目。 あ、サバマシンガン、綺麗な状態ですね。こいつもレジェンダリーっぽいな。出口まで来れましたね。ここまでの重量は、どれくらいか。この部屋のアイテムを取ったら確認しよう。さて重量は、315。ああ。大丈夫でしたね。重量的には。全然問題なしだ。残りはこの先の敵。あいつらがどれくらい持ってるかですね。私は早速、ここに隠れましょう。あそこに爆弾。いい場所にあるね。あいつ、真数じゃないの 真相に見えるけど。トリガーマンボディーガード。いや、どう見ても色合い的に。グールかなあいつもムキムキですね。すごい筋肉質だ。スキニーマローン。フォーラアウトしてるターオンラインでは、まだ出てきてませんね。こいつも出そうな感じあるけど。スピーチャレンジ。下にしますか。ああ、失敗した。先頭だ。ひゃあ。っと、爆発して。まできてる。よし、よし 意外と生きてましたね。そ、自由は一発で、楽勝でしたが、あ、こいつのサブマーシンが持ってますね。こいつのタキシードは高いとか。あ、タキシード結構高いな。これもウルドい,いんじゃないか、じゃあ。よし、回収完了。じゃあ、ハングマンズアリーに戻って、物資の確認をしましょう。あと、これでクエストクリアなんで、メールボックス、そちらも確認しますか。帰り道、ハングマンズアリーのそばに、簡単な作業場がありますね。 ここからでも武士が回収できる。ドッグミートのランクは11になりましたね。コンパニオンの能力。なんか見れましたっけフィールドキット。フォロワーメニュー。フォロワースキルメニュー。ドッグミート。スキルランク11。ここら辺がステータスかなスペシャライゼーション。これはまだ覚えてないんですかねランク35で止まる。うん、スペシャライゼーションはまだ登場してないと。レベルが上がればなんか覚えるんでしょうね。 さて、ハングマンズアリー、戻ってきましたが、人が、植物を植えてますね。メールボックス、設置しましょう。メールをチェック。新しいメールが3通届いた。じゃあ確認しましょうか。まずは何だ何かもらいましたね。ドッグトレーニングマニュアル。プレストンから。これは何使うんでしょうね。まあ、犬関連でしょうね。二つ目はフ、フェラルグール、ポピレーションフェラルグールの、何か下がるうん。 中身は後で確認しよう。三つ目。ベンダーコンタクト。コモンウェストレーダー。これを使えば、あなたの居住者として、店を開くことができる。そういうアイテムかな。リターレイチャーパッケージ。エイドが入っている。なるほど、助かるな。ベンダーコントラクトに、ドックトレーニングマニュアル。あ、出てきた。あ、これ雑誌なのかなフェイスフル・キャニーズ・アビリティーズが強化された。あとはリソース・ステーション。あれ リソースステーションって、ハンクマンズアリアありませんでしたっけ情けだな、これ。プロダクションストレージが見れないぞ、これでは。カーゴボット作れない。ニュークリア、マテリアルが足りない。一回ダイヤモンドシティ、そこのベンダーを見ていきましょう。何か売ってるかもしれない。カーゴボットが補充されてますね。これ買っていきましょう。137。あ、ベンダーコントラクト。売ってますね。これの使い道はまだわかりませんが。まあ、後で調べておきますか タバコを売っておく。こいつは結構お金持ってますね。たっぷり売っても良さそうだな。あとはニュークリアマテリアルのジャンクを買いますか。バイオメトリックスキャナー。6つ分。ハイパワーマグネット。まあ、お金は結構増えてきたからね。そこそこ買ってしまうか。では、ハングマンズアリーから、ファストトラベル用のキャラバントラベルラディオ。こっちにするか。こちらは基本的なアイテムを使うので、ベーシックサークイットリー。 これは使わない。これで飛べるかどうかですね。あれなんということだ。セットラが3人いないとね、これ機能しないんですね。もう1人必要だな。仕方ない。走っていくか。スターライトドライブイン。そうだ、他の拠点にいる人物を、ハングマンザーアリに送ってもいいんですね。そういう方法もあったな。よし、戻ってきました。まずは居住者1人をハングマンザーアリ送りましょうか。 では、リソースステーション、確認しましょう。こちらに、カーゴボットウィルソンが運んだアイテムがね、入ってるはずですね。プロダクションストレージ、たっぷり入ってますね。こちらを全部回収してと。わ、重量は一気に495。すごいな。これワークショップに入れちまう。あとは生産物も作られているはずですが、メロンやらマットフルーツ、いろいろできてますね。テイト。そあとは何やとまれね。 今回回収したアイテムで何か作れるようになったのか。ですが、あんまり作れないな。ニュークリアマテリアル、結局これが手に入らないことにはね、いろいろ作るのは難しいっぽいね。何にせよ、ニュークリアマテリアル、これは必要だ。カーゴボットは買いましたが、重量を増やすためのカーゴボット、これはどれも作れなさそうですね。しかしカーゴボット、1個買いましたが、それを解体できるんじゃないかなカーゴボットスクラップ、これか。 このテックラボの上から3つ目の項目で一番下にカーゴボットスクラップワークショップテクノロジーのランカー2ならばカーゴボットが解体できるでカーゴボットを解体するとニュークリアマテリアルが10手に入るとまあ、こんな感じかまあ、カーゴボットはリソースステーション作るのにも必要なんだよねニュークリアマテリアルこれがどうしても必要な場合に解体すると良さそうですねまあ、大体今回こんなところですかね今回購入したカーゴボットはどうち拾ったタバコとか ま、そこら辺を売ることでね、購入できたという手もありますので、まあ、その他、星付きの武器とかね、まあ、なかなか良さげなアイテムは、手にすることはできたんじゃないでしょうかね。まあ、やはり、課題としては、ニュークリアマテリアル。それの入手方法ですね。それをいろいろ模索する必要があると。じゃ、次回は、このね、リソースステーション。そこからいろいろね、ジャンクを自動的に回収するとか、そういう機能があるっぽいので、まあ、そちらをはじめ試してみましょうかね。では続きはまた次回。